はい、ありがとうございます。今日もですね、その靭帯が緩んでるケースの人が、来られて、ちょっといろいろ話を聞くとですね、その方曰く、ジェットコースターに乗って、乗ってからというかね、その頃から何か調子が崩れてきたというね、話をされました。で、これね、本当に今までもですね、やっぱり3人か4人ぐらいジェットコースターに乗ってから、絶叫的なマシンですね、それに乗ってから調子が悪くなったという人をね、何人か見て、3、4人ね、おっしゃっている方がおられて、もしかしたらですね、そういったこの乗り物に対するこのすごいこのついていけないスピード、その中の恐怖だとか、恐怖なのか、その衝撃なのか分からないんですけども、そんなことでもですね、靭帯が、関節の靭帯が緩んでしまう、そんなケースもあるのではないかっていうふうにね、改めて思いました。もう本当にこの、最近ですね、改めて初めての方なんか、特にね、初めての方を調べさせていただくと、前はこんなに靭帯緩んでる人って、そんなにはいなかったと思うんですけども、今は本当にね、まずどっかが緩んでるっていうね、人がばかりになってきました。ですから最初に言った出産だとかですね、麻酔だとか、尻餅、すごい強い悲しみだとかね、それ以外にもね、本当にいろんな形の中で、これは脳の誤作動が起きて靭帯が、ね、緩んでしまっているケースがね、非常にあるのではないか。で、ジェットコースターね、今回、今日もね、そういう方が来られたのはですね、もし皆さんの中でですね、そういう絶叫マシンに乗った頃からぐらいですね、なんか調子悪いんだみたいなね、ことを、感じている方はですね、ぜひその靭帯、関節の靭帯を締められる、ありがとう整体に、お越しいただけると、ありがたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。